はい、小川真由子です。本日は表情筋トレーニングは危険、表情筋トレーニングは危険についてお伝えいたします。どうぞよろしくお願いいたします。表情筋トレーニングなんですが、実はですね、誤ってですね、こう行っているがためにですね、こうその方のお悩みを深刻化している方がですね、非常に多くてですね、本当に本当にとっても多くてですね、で今オンラインセッションでこうマンツーマンでお悩み聞いて問題解決ですねをさせていただいてるんですけれども、よりこうその方のお悩みを深刻化している方が非常に多いという事実がありまして、ですので今回はですね、ちょっと勇気を持って私あんまりこう批判することはあまり好きではないんですが、あまりにもですねちょっとこう、ハッピーな方向に行ってない方がちょっと多いので、今回はちょっと勇気を持ってお伝えさせていただきたいと思います。ですね、こちらお知らせになります。お問い合わせ最近多くいただいております個人セッションですね、オンラインの個人セッションなんですが、こちら公式 LINE の方にですね、不定期なんですが募集しておりますので、ご興味ある方はこちら公式 LINE の方にご登録をお願いいたします。はい、では早速スタートです。はい、それではですね、表情筋トレーニングは危険ということで、なぜ皆様表情筋トレーニングをしているんですかというふうに伺いますと、多くはですね、顔のたるみを気にしているからっていうお答えいただくことが非常に多いんですが、表情筋トレーニングをしただけではですね、顔のたるみが消えることはありません。残念ながらないんですね。それはどういうことかと言いますと、こちらちょっと肌の断面図ですね、肌の断面図なんですが、こちらもお肌大きく分けて表皮、真皮、皮下組織ですね、なんか、その下に筋肉、骨っていうふうにあります。はい、で表情筋トレーニング何をしているかというと、この筋肉ですね、筋肉のところを、鍛えて動かしているっていうわけなんですが、たるみはですね、ここにある真皮層ですね、真皮層にあるコラーゲンとエラスチンというですね、繊維があります。よく聞くかと思うんですけども、そちらの繊維がだんだん皆様緩んでくるんですね。どんな方でもです、年齢とともにこう緩んでくるんですね。なのでそういった繊維が緩んでくるがゆえにたるみが起こっているというわけなんですけども、でこちら真皮層のお手入れをしなくちゃいけないんですね。ですので表情筋トレーニングをするだけではたるみをなくすことは厳しいですね。はいはい、続きまして表情筋トレーニングは危険、その理由2つ目ですね。2つ目は、誤って鍛えてしまう方が非常に多いからですね。はい、それはどういうことかと言いますと、ちょっとこちらの写真ぜひご覧いただきたいんですが、こちらの方はですね、表情筋トレーニングを半年間ぐらいですね、トレーナーさんにこうついてしてたそうなんですけれども、額のシワですねが気になるということで、オンラインですねで来られたわけなんですが、顔の写真拝見させていただくとですね、もう顔がもう隆々として顔がもう凝り固まってたんですね。お聞きするとやはり眼輪筋鍛えることも、この辺の周りですね、鍛えることもしてたとおっしゃるんですね。でその時ですね、眼輪筋をどのように鍛えてるか、ぜひちょっとやってみてくださいということでお願いしまして、拝見させていただいたらですね、その方はこう鍛える時にこう出してですね、舌を出して確かこんな感じ で鍛えてたと思うんですけど、真似がちょっとうまくできなくてすいません。ということはですね、こうしてるってことはですよ、ここの筋肉も一緒に鍛えちゃってるんですね。こう眉毛の筋肉も使っちゃってるんです。ということは、こう見てください、ここの筋肉使ってるのシワ寄りますよね。でこの帽状腱膜って膜が硬い方の場合ですね、動かないのでよりここのシワが刻んでしまうわけなんですよね。そういった場合ですね、美容医療の場合、ドクターたちは何をしているかというと、ボトックス注射を打つわけですね。でボトックス注射っていうのは筋肉を動かなくこうするわけなんですよ。動かなくするためにその注射をドクターたちは打ってるということですね。なんですが表情筋トレーニングの場合は逆に筋肉を鍛えているということになります。はい、ですのでもし眼輪筋を鍛えたいんでしたら、もう眼輪筋だけ鍛えるということが大事になってきます。眼輪筋を余ってる方、こちらで目を開けようとどうしてもするんですね、補助で。なので、鍛えてる方多いかと思うんですけども、そういった場合ここの筋肉使わないようにロックしなきゃいけないですね。止めて 目元だけ鍛えるんでしたらですね、ということをまずしなくちゃいけないですね。こちらの動画ちょっと詳しくお話しているので、ぜひ方法はこちらご覧いただきたいんですが、あともう一つですね、その方の場合この下顎をこう下顎骨を出してたわけなんですね。こうですね、こういったことを長時間してると
下顎骨が前の方に出てきます。受け打ちになっちゃうんですよ。こうなので表情筋トレーニングするときは正しく鍛えるっていうことが非常に大事になってきます。続きまして、表情筋トレーニングが危険な理由3つ目ですね。3つ目は、顔がですねボコボコボコっとしてしまうということになっております。それはどういうことかと言いますと、表情筋トレーニングされる方はお悩み的に今40代以降の方が多いかなというふうにお客様と話してて思うんですが、そういった方はですね、筋肉がどうなってるかというと、中の筋肉ですね、筋肉が凝り固まってる方が非常に多いです。そういった方が顔を鍛えるとどうなるのかということなんですが、顔がボコボコボコっと、凝りがあるのに鍛えちゃってるのでボコボコボコっと、綺麗なこうふわっとしたラインになってない方が非常に多いです。この3つ踏まえてですね、では日常生活どうしたらいいのかということですよね。もう常にですね、もう笑顔でいるってことを意識されるだけでも十分こちらの方の筋肉も使えますので、シュッとした感じに保つことはできますよ。まあですね、例えばなんですが、20分間顔のトレーニングしてますとか結構いらっしゃるんですけど、1日例えば24時間ですよね。24時間で8時間もし寝るとしても16時間ですよね。でそのうちの、例えば20分間トレーニング、顔のトレーニングしたとします。なんですが、残りの時間もし無表情でうーんっていう感じで過ごされている場合ですね、顔をこう下げる時間の方が長いですよね。ですので普段からですね、ぜひ笑顔でこう過ごすってことが非常に大事にはなってきますね。そうするともちろんお顔の筋肉も自然にふわっと鍛えられることもそうなんですが、普段から笑顔で言いますと脳もハッピーですし、そういったホルモンも出ますし、周囲の方も笑顔だとハッピーですよね。ハッピーですし、ご自身にとってもプラスのことしかありませんので、ぜひもう笑顔で普段から過ごされるだけでも十分違いますので、普段から意識していただければと思っております。はい、本日の動画はいかがでしたでしょうか。小顔デザインについて無料限定動画プレゼントしております。下の概要欄にリンク貼っておりますので、ぜひご興味ある方はこちらもご覧ください。あとこちら公式 LINE ですね、不定期なんですがマンツーマンセッションですね、オンラインでさせていただいておりますので、もしご興味ある方はこちらの方にもご登録ください。ですね、動画に対してのリクエストや、ご質問ですね、コメント欄にいただけましたら私すべて拝見しておりますので、ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。はい、では本日は表情筋トレーニングは危険についてお伝えいたしました。本日もありがとうございます。